恋、島田新谷家所蔵岩尾藤二次医師は、日本画家、縄しげお。明治2年1月26日、現在の山口県光市島田に生まれる。父、岩尾藤、長兵母、正の長男。画号、二次氏、高岩、古瓶、剣山、岩尾州、鶴葉山などがある。幼少の頃から、絵の才覚があり、振動と周囲に言われ育った。 熊野神社の鮭社でお初保ずつみに使った半紙保護がいつもあり、この紙は茂雄少年の望むままに与えられ、画像はこれを使って存分に絵を描いた。その素晴らしい出来栄えに皆称賛の言葉を惜しまなかったと言われている。島田の新谷家には虹石が十一歳の時に描いた達筆の書とバイカザシビンズが所蔵されている。画像の小岩十歳の頃の作品。 15歳で洋画を学び、20歳の時に南畑丹に指示する。南馬丹安は、備中高松城首相、清水総治の末の老身で南画の名手であった。後に森関西に指示する。森関西が没するまでの7年間精進を続けた。当時数少ない演算派のが未法実写として、虹石入門の翌々年である明治23年。 形質疑原因を拝命し幕末の動乱や維新の変革によって衰退していた日本画壇の復興のために貢献したのである。また森関西が81歳で不きの客となった時、彼の画質に書きかけの善悪図が残されていたが、後の虹石の画質によって完成した。このことから深い思恩を感じた虹石は、毎月2日の死の命日には母参を欠かすことはなかったと言われている。 同じ時期の関西の門には、山本春虚や奥谷集積などの優れた画人がいた。明治33年、西園正修シを発表する。この時32歳であった。また京都嵐山渡月橋の近く龍門寺の天井には竜を描いている。他に、四国大展覧会においては、松上隆を出品し、金牌受賞作品となった。明治35年、 秋の美術展で行位に入賞し、京都丸山の平野屋にて祝賀会が開かれた。庭に出た人々は虹石を胴上げすることになり、胴上げした虹石の体を庭石の上に落としたのである。この時、山本春居や亡き森関西の文下生がいたと言われている。その後虹石の様態は思わしくなく、悪くなる一方で愛妻である。愛の振動による死で、ますます悪化し、 幼い娘の子を残し死去。二次死年三34歳であった。法名は、大二次死子児。ありがとうございます。